皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。いやもう本当にね、去年も1年早かったし、あっという間に三が日も過ぎてしまいました私はね、今年はしっかりとお正月休みいただきました。でまた今日から今年もたくさん動画出していきたいなと思います。で今年のね、洋服の福袋は全部ネットで購入したので、そちらはね少々お待ちください。ちょっと出遅れてますけど、今年はね、なんと3つ購入してみたので楽しみにしててください。で今回ねコスメのセットを紹介していきたいなと思います。はい、こちらです。ロレアルパリのホリデーコフレ。はい、こちらはねロフト限定のセットになります。すごい魅力的ですよね。全部試したことなかったので惹かれて買ってみました。こちらはね、お正月にお買い物行った時にロフトで見かけたんですけど、名前がね、ホリデーコフレなんですよ。だからクリスマスコフレなのかなと思ったんですけど、クリスマスの時は見かけなかったので、今の時期のね、セットなのかなと思います。名前が福袋とかハッピーバッグではないので、ちょっとよくわからないんですけど、今販売してるセットになります。すごいいいですよね。私はこのちっちゃいサイズのね、ファンデーションがすっごい気になって買っちゃいましたはい、こちらがロレアルパリのインファリブルフレッシュウェアファンデーションになります。5ミリずつ入ってますね。で両方とも125番の標準色になります。試したことないのでこのサイズはねすごい嬉しいです。で持ち運びにもねすごいいいですよね。でこちらがインファリブルフィニッシングパウダーの01番。こちらはねフェイスパウダーですね。すごい人気のパウダーです。これ気になってたんですけど1回も使ったことないんですよね。で現品サイズなのですごい嬉しい。で最後こちらはルージュシグネチャーの126番。はい、こちらのリップでロフト限定色になります。こちらも現品サイズなので嬉しい。でこちらは3960円になります。なので、まあ、すごい安いかって言われたらそんなに安くはないと思うんですけど、こちらの2つを購入するとこのファンデーションがね2つついてくるっていう感じですね。でこれとメイベリンのハッピーバッグで迷ったんですよ。メイベリンにもこのちっちゃいサイズのフィットミーが入っててすっごい欲しかったんだけど、ブルーの方のフィットミーなんですけど、あれも標準色のね120番が入っていて、私が使ってるのは122番なのでちょっと色味が違うなと思って、どうしようかなって思ってたんだけど、やっぱり色味が違うのは使いにくいなと思ったのでこちらのセットにしました。これはね全部使ったことないのですごいいいなと思って、メイベリのハッピーバッグもすごい魅力的だったんですけどこちらにしました。で今日はねこちらを全部使ってレビューをしながらメイクをしてるので、気になる方はぜひ最後までチェックしてみてください。それではスタート。はい、では早速開けてみたいと思います。このミニサイズがほんと可愛いですよね。こういうの集めたくなっちゃう。はい、ではまずファンデーションから使っていきます。はい、こんな感じ。結構柔らかいですね。のせた瞬間とろっとしてます。伸ばした感じもねすごい柔らかいですね。軽めな感じ、すごい柔らかい。では塗っていきます。今のところは色味もちょうど良さそうな感じです。でちょっと言うの忘れたんですけど、下地は塗ってあります。スポンジで伸ばしていきます。はい、塗ってみました。すごいいい感じ。このファンデーションねすごい人気だと思うんですけど、色もちょうどいいし、薄付きなのになんかカバー力がありますよね。しっかりカバーしてくれる。でなんかツヤがあるっていうか、すごいナチュラルな感じがしますね。素肌が綺麗になったような感じですね。今少なめにつけたんだけどすごい綺麗に見える。全然重くない。でも今ね薄めにつけたので、ちょっとこういう気になるところとかは重ねてみたいと思います。あ、やっぱりしっかり隠れますね。重ねるとニキビ跡とかクマとかもねしっかり隠れます。おお、いい感じ。カバー力とかツヤとかもすごい好きな感じのファンデーションでしたこういう風にねちっちゃいサイズがあると試しやすいし、いいですね。ゲットできてすごい嬉しい。でこの125番の標準色はナチュラルローズって書いてあるんですよ。なのでちょっとピンク系が入ってるのか、私の肌にね馴染みますね。明るすぎもしないし黄色くもならないので、すごいちょうど良かったです。すごいこれ嬉しい
はい、そして次はね、こちらのパウダーを使っていきます。これもすごい人気ですよね。すごい綺麗はい、こんな感じでロレアルパリってね、ロゴが書いてあります。パッケージもほんとかっこいいですね。で、このパウダーを上げると鏡とパフがね、入ってます。で、パフがね、意外とふわふわなんですよ。厚みも意外とあって、肌触りがすごい気持ちいいですね。フィットもしっかりしてくれそう。クッションファンデっぽいパフかなと思ってたんですけど、勝手にでもすごいふわふわで気持ちいい。ちょっとね、もったいないんだけど、取ってつけていきます。ほんと取ってみても色味がないですね。おお、すごい、めちゃくちゃ綺麗になる。はい、塗ってみました。めっちゃ肌綺麗になりませんすごい、毛穴とかもね、しっかり隠してくれるんですよね。頬とか鼻のところの毛穴とかもつるんとしてくれますね。やっぱ人気なだけある。それですっごいサラサラになりますね。なんかさっきのファンデーションは結構潤いがあるというか、しっとりするような感じだったんですけど、これを塗るとすごいしっかりサラサラになりますね、表面は。で、パフでつけると結構しっかりつくような感じなので、夏場とかはね、すごいちょうどいいかなと思います。乾燥が気になる方はもしかしたらブラシでこうささっと塗る方がいいかもしれないです、冬の時期は。なんか色味もないし、鏡とね、パフがついてるので、お直しにめちゃくちゃいいなと思います。で、そんなになんか大きくないので、ポーチとかカバンにも入れやすいし、すごいちょうどいいですね。で、こっちのファンデーションは24時間崩れにくいっていう風に書いてあって、こっちのパウダーは毛穴とかをね、目立たなくしてくれて、お直しにも良さそうなので、崩したくない時にすごい良さそうです。はい、ということでベースメイクの仕上がりはこんな感じです。で、次はもうリップなので他のメイク仕上げちゃいます。はい、メイクしてみました。今日はね、こんな感じにしてみました。リップが結構濃いめのブラウンだったので、今日はちょっとアイメイクとか控えめにしてます。なのでアイラインもね、引かずに今日はアイシャドウとマスカラだけにしてます。で、ちなみにアイシャドウはこちらです。ケイトのザ・アイカラーの36番。はい、こちらの激推しのアイシャドウです。これすごい好きでよく使ってますね。おすすめです。で、チークもふんわりな感じにしたんですけど、こちらを使いました。ローラメルシエのブラッシュカラーインフュージョンのこちらの09番です。ちょっとピンク味も入ったようなオレンジ系のカラーですね。これをふんわりね、高い位置に塗ってます。で、ハイライトもちょっと控えめな感じでこちらを使いました。この間セフォラの購入品で紹介したんですけど、フェンティです。こちらの控えめのカラーを使いました。これがね、すごい綺麗でめちゃくちゃ気に入ってます。ほんとね、最近毎日使ってますね。控えめな方でもね、ツヤがしっかり出ますよね。ほんとにおすすめ。はい、ということでリップをね、塗っていきたいと思います。最後のこちらですね。すごい楽しみ。おー、すごいディープ結構しっかり深めなブラウンですね。じゃあまず手に出してみたいと思います。はい、こんな感じ。すごい深みがね、ありますね。でもちょっとなんか赤みがあるようなブラウンなので、肌なじみがいいのかなと思います。なんかね、ブラウンだけじゃなくて、ほんと赤みとかプラムカラーっていうのかな、ちょっと紫っぽい感じもします。ということで塗ってみたいと思います。今リップクリーム塗ってたので、そちらは取りました。はい、塗ってみました。すごい発色がいいですね。やっぱね、ちょっと赤みを感じるようなブラウンなので、肌なじみが良くてすごい使いやすそうです。深みのある赤と深みのあるブラウンが混ざったような感じですね。秋カラーかなってちょっと思ってたんですけど、そんなことなくて、ほんと普段使いもしやすいような感じで大人っぽくなりますね。え、かわいい。すごい使いやすい。で、やっぱりね、結構はっきりとした色だったので、アイメイクとか薄めにしといてよかったちょうどバランスがいい感じですね。はい、ということでロフト限定のロレアルパリのホリデーコフレをレビューしてみました。
これは本当にクリスマスだったのか年末年始のコフレだったのかちょっとよくわからないんですけど、すごくお得なセットでした。ミニサイズもね2つついてるので試すのにはすごくちょうどいいし、旅行にもね便利なサイズなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。でこちらはね私ロフトで購入したんですけど、ネットでも購入できるみたいです。ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったらぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。